こんにちはまあ40代50代になって私が思うのは IT が得意な人で貧困になってる人はいないなと思うわけですよまあ影響力のあるインフルエンサー、まあ、インスタグラマー YouTuber ーーブロガーこういった方々でうんまあ今世代を一角を築いているのは40代50代の方なんですよねなんか若者が一発当てたみたいなことで いろいろと話題になったりしますけどもそうではなくって多分ね私たちが30代の前半頃にブログってのが始まって中盤ぐらいに YouTube が始まったと思うんですよそれで30代の後半ぐらいにね私がね30代の後半ぐらいにインスタグラムってのが始まったと思うんですよだから私の30代では3回のそういった目に見えるチャンスがあったわけですよねでそこで乗っかった方がきっと未だにその道で事を成しているで40代50代になっているっていうのが現実だと思うんで まあこの道10年とかっていうね、話を今までもしましたけども、結局30代ぐらいでいろんなところの正社員を目指すっていうルートか、IT の方に可能性を見出してそこで一角を築いたのかで大きく40代からの道が分かれると思うんですよね。で、私はまあ40代になってから始めたんですけども、それでも十分間に合いましたんでね、もっと言ったら今40代後半とか50代の半ばとかに差し替わったからでも、これから IT にまああのフォーカスすればね、 きっと正社員を目指すっていう道よりも断然可能性が広がると思うんですよで吉田さんがねこの鳥っていうことを言われてましたけども私も似たような感覚を持っていていくら地上で走っても地上での競争二次元の競争なんですよでも IT を使うってことはその加速をねすごくつけてもう羽ばたいて鳥になるとかね飛行機みたいな感じなんですよ飛行機もあれは空中に飛ぼうと思ったらものすごい加速をしてね で空を飛ぶぐらいいいいの加速をしななと飛んでいけないんででけすよねで。その力を補填してくれるのが IT だと思うんですよ。そうすると上空からいろんなものを俯瞰してみたりとか最短距離でそこに向かったり地上の二次元ではぶつかってしまうような障害物を軽くこう飛び抜けたりできるんですよねだから突破口は何度も私たちの目の前にあったんではないかなと思うしこれからもあり続けるんじゃないかなと思うんですよ。 まあ別物になっていく時にはそのぐらいの加速も必要だし加速で足りなければテクノロジーの力を借りていくってことも大いにあると思うんですよね。だから別物になっていく異なるものになっていくっていうのにはやっぱりそれなりのものが必要なんだろうなと思います。異なるるるっっててていいうのは、漢字をを見たらね、ね。田んぼを共有すす風に書いてるんですよ、ねだから 違うう人の田んんぼを耕していいくみたいなとところもあると思うんですよ、まあ、そこから別物になるっていうふうな話につなげていくのはまた長くなると思いますで、ね、ここでは割愛しますけども。ただやっぱりね、別物になっていくこと、人の力を借りること、そういう意味では、この IT っていう田んぼをみんなで使っていくことがまあ求められるのかな。だから IT が苦手な人ってやっぱり貧困に陥りやすいのかなと思いますし、だからこそ IT っていうものをね、ちょっと突破するだけなんですよ。インスタグラムに突っ込むか。 ツイッターでプロフェッショナルになるか、YouTuber になるか、ブロガーになるか、プログラマーになるか、いろいろ道はあると思うんですよ。すごい今、IT の市場って広がってるんで、IT に関わると、とりあえずは貧困から脱出して、新しいこれからの50代の地図が引けるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、今回は異なるということでね、違った考え方をおー触れさせていただければ幸いでございます。いってらっしゃい。